なんか変に外国のあの峠は詳しいくせに、日本のそういうあのすごい有名なみんなが知ってるようなところに実は行ったことない。そうだよね。だからコートダジュールのあたりのチュルニ峠とかさ、そう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 、北イタリアのワインディングとかさ、そうそうそう、スペインの、ね、それこそセビリアの峠とかさ、ニュルブルグリンクなんかも知ってるし、何千周してるか分かんないくせに、南アフリカのあのワインディングだと同じ、そうそうそうコーナーでドリフトしてるしね。そうなんだけど、四万十の川沿いのこの道は今初めて降り立ってましたね。ここにも沈下橋がありますよ。まさしく NHK で見た風景を今走ってます。これ本当国道？本当国道です。441号線ちゃんとした国道です。ただすれ違えない国道ですけどね。ここのシーンだけあのビジュアルだけ見たら誰が見たって国道だと思わない？思わない。世田谷の裏道だよこれ。本当ですよ。やっぱり軽自動車多いしな。多いね。こんなの世田谷の裏道でお前が下がれとかこういう風にやってる子よくあるじゃないですか。こういう感じであの宅急便のお兄ちゃんをこうやってこう下がらせたり、そういうのとは全く違うあれですね。空気が流れてるね、うん、流れてる。だから暗黙の秩序がありそうだね。あります。四万十にはね。これだってそうでもしなければこの細い道と一緒に暮らせないですよ。年が年中ぶつかっちゃう、うん、よかったよ今日どでかい車が来なくてスバルでやっぱスバルは日本の道走りやすいよ。そういうのがあるんだな。ほらちゃんとライン開けてるぜ。俺がブレーキ踏んで、相手ブレーキ踏んでないよ。こんにちは、清水和夫です、ついに四国高知の四万十川に来ました、野田智介さんの本を読んだ時から一度は来たいなと思ってたんですけども、そして今回はナビ編集長の高谷さんとともに、ここを訪れました。こんにちは。こんにちは。僕もずっと来たかったんです。同じ世代だね。プラス釣りバカ西とかいろいろこう情報が入ってて、そう来たか。釣りバカ西ね、土佐ね。でね、第一印象を簡単に言うとね、なんか時間の流れる速度が東京と全然違うなっていうのが第一印象でした。違う国みたいな感じしましたよ。いや本当日本にこういうとこあるんだねって感じだよね。そう、まあ後ろに広がる川もそうなんですけど、全体そのみんなのなんかこう動いてるスピードとか、うん、そういう本当流れる時間の空気が違いますよね。そうですね。ですからさぞかし皆さんはもうのどかでゆったりとこの地元の人たちが生活してるとお思いになるでしょう。ところが実際はですね、ものすごい場所だっていうのがなんとなく感じますね、はい、うん、それはこれから一つずつ明らかにしていきたいと思います。はい、じゃちょっと橋をくぐって、じゃあさ先生のカヌーをぶっちぎろう、うん、よし逃げよう。ツインパワーで、ツインパワー、よし行くぞ。行きます。お先生も頑張ってるよ。あっちはあっちは一人力ですから負けられない。あ船長、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 ブレーキ間違えてかけちゃったこれはやっぱり四輪駆動と同じだね。前後駆動力配分で簡単に、簡単、エンジンはひたすら漕いでください。はい、わかりました。四輪駆動頑張ります。こっちはやっぱさ無駄な動きが多いよね。うん、蛇行してるもんね。蛇行してるこれは本当に車の四輪駆動を説明するときによくわかるね。いや、わかりますよ。っていうかなぜこういうふうにまっすぐ走るってこんなに難しいんだと思いますよ。だから車の直進性って なんで、あー船長、船長なんでスピンしたんだろう。え、わかりません。スピンコントロールこれついてないですか、 ESP やばい、これいろいろ頭使わなきゃダメだよこれ真面目にね回転数が上がってくると
点火時期がずれてくるみたいになってますよ。全然ダメでしたね。ダメでしたね。いやいや一瞬いい時もあったんですよ。そうそう、でもいいなと思ったね。スッとこう加速するんですけど、うん、こんなにまっすぐ走るのが難しいとは思わなかった。そうそうそう、あの本当に車と一緒で直進性がいかに大事か。そうですね、うん、これでもカヌーってまあ細くて僕らのは特にこう軽快なタイプで、そうそうそう、敏捷なタイプで、そうだね、うん、だから水の抵抗が少ない方を選んだんだけど、うん、それがあだとなって直進性がないからちょろ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 曲がってね。だこうやって一回スピンしちゃった。そうそう、2人だけなのにこんなにこうシンクロさせて綺麗にこう、うん、なんて言うんでしょう、駆動力かけるの難しいですね、うん、そうだね。であのね、ここを来たかった理由のうちの一つは、あの駆動力配分って原稿で書いてもなかなかよく分かんないじゃない。だから前輪と後輪で2人でね、そうそうそう、やるともっとよく分かんじゃないかなと思って。これでもだから普通にやっぱりなんて言うんでしょう、4駆はもちろん肉でもあれだけこう普通に走るっていうのが偉大なことがよくわかりますよ、うん、だから自動車ってよくできてるって思う。自分たちでやってみるとよくわかる。人間があの、うん、エンジンの代わりになってみたら意外にうまくいきませんでした、うんうん。